どうもこんにちは、井上サンタです。今日も散歩しながら撮ってみたいと思います。前回はですね、同じように散歩しながら撮ったんですけど、ちょっとマイクに風防をつけるの忘れちゃって、風切り音がね結構入ってたと思うんですけども、お聞き苦しいところが多々あって失礼いたしました。ということで今日はバッチリマイクに風防をつけたので、前回よりは風の音がしないと思います。前回ねちゃんとマイクが取れてなかった問題があるんで、どうやら取れてるっぽいです。はい、ということで今日はねデューン砂の惑星っていう映画の話をしたいと思います。デューンの砂の惑星は日本だと先週10月15日から封切られてるんですけど、最近なんか全国労働省とかって言わなくなりましたよね。何なんだろう、もうシネコンになっちゃって、そういう言い方じゃなくなっちゃったのかな。でアメリカの方はねなぜか1週間遅くて、10月22日で、今日はね2021年の10月19日ぐらいなんで、今週の金曜日にアメリカで封切られるんですけども、デューン砂の惑星ってまあ本当にもうお詳しい方はねいろんなことを知ってると思うんですけども、昔小説があって、その小説が結構スターウォーズとかねいろんな、SF 作品に影響を与えているっていうんですけども、ただなかなかねデューン自体は映像化ができない時に、ホドロフスキーっていう監督さんがその、映像化企画を長年練っていて、ついぞ実現できなかったんだけども、そういったその自分が、デューンを映像化するためのステップを、ドキュメンタリーにしたドキュメンタリー映画もね、存在するぐらいで、そのねドキュメンタリー映画昔見た記憶がありますね。でその後にデビッド・リンチっていう監督が一回デューンを映画化したりだとか、スティングがね歌手のスティングが出てたりするんですけど、でその後テレビドラマのシリーズもデューンがあったらしいんですよね。で今回ブレードランナー2045かなの、ビニー言えないな、ビニー・ディニューブ監督じゃなくてまあそのブレードランナーとか、あとボーダーラインでしたっけ、あとメッセージでしたっけね宇宙船がね地球にやってくる映画とか撮った監督が満を持してデューンを、結構おしゃれな映像で映像化したってことで、私も楽しみにしてるんですけども、やっぱ映画館体験っていうのがですねあるんですよね。自分の体の中に子供の頃から大きい劇場に行って、でなんかやっぱりシネコになってからものすごい大きいスクリーンで映画を見ることっていうのが減ってきてるような気がするんですよね。で、昔だったら銀座の日劇とかに行ってものすごい大きいスクリーンでね、シネスコサイズみたいな、違ったっけな、シネラマとか書いてあったりとかして、そういうとこでうわーすごい、家と家にあるスクリーンの何倍もでかいスクリーンで劇場体験っていうのをしたもんなんですけど、で今度のデューンって映画はどうやら IMAX で1時間ぐらいかな前編のうちの、撮影されてるようで、ぜひ、IMAX 劇場で見た方がいいっていう評判をただ聞くんで、うちの近所の、映画館にも IMAX の、劇場があるシネコンがあるんですけど、なんかねちっちゃいIMAXなんですよ。でなんかね、ちょっとわからないながらも門外観ながらも語るとですね、なんか昔の映画のサイズってあるじゃないですか。でその後テレビがちょっと横長になって、昔の映画とかを上映すると左右が黒くなってたりとかして、で今シネスコサイズっていうのかな、なんかこう横長のサイズになっていて、 IMAX っていうのはさらにその
上と下を撮影してるらしいんですよね。で本当の IMAX で本当の IMAX っていうのは1:1.43 かな、ほぼ正方形に近い比率で、撮られているっていう、まあ、ダイナミックな、本当視界いっぱいに映像が飛び込んでくるんですけど、だからあれですね、テネットなんかはね全編 IMAX で撮られているんで、できれば本物の1:1.43の比率の IMAX シアターで見るのが一番いいらしいんですけど、日本だとなんか2箇所しかないんですって、大阪のアベノハルカスかな、なんか分かんないですけど、それと、池袋にできたねでっかい IMAX 劇場、あそこぜひ行ってみたいんですよね。よいしょ。だから僕もね、うちの近所にでっかい IMAX の、本当の1:1.43の比率のスクリーンがあるか調べたんですよね。っていうのは本当6、7年前かな、これ何遍か僕のこの動画で語ってるんですけど、クリストファー・ノーランのなんだっけな、バットマンの映画ダークナイトをね、本当にその比率の映画館に見に行ったんですよね。で友達、 LA に住んでる友達に、まあ、その頃僕 LA 住んでなかったんですけど、まあ、本当にでかい IMAX の劇場があるよって連れてってもらって、それがLAX っていうね、LA の空港の近くにある、映画館でね、でびっくりしたんですよね、もう本当に、まあ、今の、池袋の劇場と一緒なんですけど、すごいビル5階建てぐらいの、箱の中にものすごい、急な角度の階段があって、もう本当に視界、人間の視界以上に溢れてるスクリーンがあってですね。でね、そこの劇場、確かね LX の近くの劇場はね、シネマーク&18マックスだったっけ、なんか XD かな、なんかそういう名前がついていて、アメリカの多分最大のシネコンチェーンがですね AMC なんですよ。日本にもありますけど、博多とか行った時にあったな、キャナルシティだったっけな。で僕そこの、メンバーカードを持ってるんですけど、どうやらライバルのグループがいて、シネコンの、それがシネマークなんですよ。でシネマークはね、ある時期からIMAX のことを XD って歌うようになったんですよね。で多分同じだと思うんですけど、若干違うらしくって、ネット上でも IMAX と XD はどう違うのかとかね、いう質問がね あったりするんですけどね、英語で。ほいでどうやら数年前に僕がそのシネマークで、LX の近くのシネマークで見た巨大な IMAX 劇場が建て直されたらしいんですよね、何年か前に。でそこに僕行ったかな、なんか行ったような気がするんだけど、ちょっとちっちゃくなってたような気もするんだよな。ただ、そこのスクリーンのサイズをね、ネットで調べても出てこないんですよね。だからもう一回ね、今週の土曜日ぐらいかな、デューンが公開されたら、そこのシネマーク18&XD に行ってですね、どれぐらい巨大な、スクリーンなのか、そして本当に1:1.43の、比率の、IMAX なのかっていうのをね、体験してこようと思うんですよね。だからウィニ・ドゥーブ監督じゃないな、その監督が作る作品、僕あんまり得意じゃないんですけど、ちょっとね、デューンだからね、めちゃめちゃ面白い予感はしてないんですよね、実は。ものすごい映像体験ができそうだなと思ってるんですけど、ただ僕が体験したいのはですね、やっぱりすげえ映像を見たいんですよね。だからすごい広大な砂漠とか、そういった、シーンをですね、IMAX のどでかい劇場で見に行きたい。ただ本当にね、
ょっとね、デューン実は何十分か見たんですけど、家で眠くなる可能性もあるんですよね。だからそこら辺がね、怖いんですよね。IMAX って普通の映画よりもちょっとお高いんでね、それでもしもね寝落ちてしまったらね本当にもったいないことしちゃうんで、ちゃんと睡眠をとってから、IMAX じゃなくて XD っていうね、シネマークで言うんですけど、 XD の劇場に行ってデューンを体験したいっていうのがね、今週の楽しみなんですよね。じゃあそんなところでございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてまた次回です。バイビー。エビシーや。